このプリアンプでやっていく音作りでのポイントはですね、まあ大きく2つですね。どういうふうにイコライジングしていくか、そして歪みを使うのか使わないのか、もしくは歪みをどういうふうに使っていくのかというね、この2つについてお話をしていきたいと思います。はい、どうもこんにちは、ベースライン研究所のタペです。今回はですね、代表的なプリアンプであるサンズアンプベースドライバー V2 を使ってですね、 SNS や YouTube 動画で映えるベースの音作りについてお話ししていきます。はい、なのでね、まあサンズアンプを使っていくんですけども、このサンズアンプがなくても他のプリアンプであったりとか、あとはねイコライザーとか歪みとか、まあ、もしくはアンプそのものがあれば同じようにね作っていくことはできますので、こちらを持ってなくても今回の動画っていうのは非常に役に立つかなと思いますので、音作りの参考にねセッティングとかもね一挙大公開していきますので、参考にしてみてください。それでは本題に行きましょう。はい、今回のテーマっていうのは動画映えなので、まあ、こちらをね中心としてやっていきたいと思います。前回ですね、普段作っているような音作りをして弾いてみた動画とかを撮ってみると、イヤホンとかで聞く分にはベース聞こえてくるんだけども、これねスマホとかのスピーカーで聞くとなかなかねこう自分のベースが全然聞こえてこないんだっていうようなね、でその原因について前回お話をした動画があるんですね。だからそちらもね合わせて見ていただけるとその原因っていうのはわかるんですけども、まあ、再生環境が一番大きな問題なんですね。こういうちっちゃいスピーカーって低音の再生力が非常に弱いので、アンプとかは低音の再生力が高いからボーンって鳴らすとドーンってこう低音がすごい出てくるだけども、まあ、そういう環境と動画を見ている人があの環境っていうのは全然違うものだから、同じ音作りをしてしまうとその本人の音作りの傾向によっては本当に抜けが悪い音になってしまうよっていうようなお話だったんですね。今回はねその解決編ということで、こちらを使ってね実践的にお話をしていきたいと思います。このプリアンプでやっていく音作りでのポイントはですね、まあ大きく2つですね。どういうふうにイコライジングしていくか、そして歪みを使うのか使わないのか、もしくは歪みをどういうふうに使っていくのかっていうね、この2つについてお話をしていきたいと思います。まずはイコライジングの話いきましょう。まあね、イコライジングって何かっていうと、音っていうのはこう周波数がね、自分の声もそうだしベースの音もそうだし、音っていうのはいろんな周波数の音が混ざって一つの音になってます。だからベースっつっても低音は確かに主成分として低音が出てるんですけど、中音域も高音域も出て、それが一つ丸っとこうなっててドーンと、ベースだからといって低音しか出てないわけではない。でその中でそのベースの低音の成分を増やす減らす、まあブーストカットとかね、中音の部分をブーストカットみたいな感じで音の聞こえを変えていくことができるんですよ。プリアンプ、まあ、もしくはイコライザーっていうねエフェクターとかを使うと、まあこういう風にざっくりとベースミッドトレブルっていう感じで低音域高音域中音域っていうような周波数を分けて調整していけるものが主流かなと思うんですけども、まあ中にはね周波数単位のね500Hz とかね 1kHz とかっていう風に調整していけるものもあります。サンズアンプに関してはここでミッドとベースはね2種類切り替えができたりしますね。こっち 500Hz を中心のミッドを上げ下げできるとかね、押すと 1000Hz のミッドをブーストカットできるみたいな、まあそういうようなねちょっとした切り替えはできるんですけども、じゃあその低音域中音域高音域のざっくりとした特徴どんお話をすると、まず低音域っていうのはやっぱりそのベースの一番主成分になってる部分なので、音の太さですよね。で迫力だったりとか体にこう響いてくるような振動だったりとか、よく車とかにサブウーファーとか乗せてドゥン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 とか、まあそういうのをね鳴らしてる走り屋の人とかいますけども、まあああいうね要は響いてくる音ですよね。あれがまあこっちのイコライザーで言うとベースっていうところです。だからベースをブーストするとすごい低音域出てきますけど、出しすぎるとすごいモーンとしたりとか、結構低音ってものすごい出てないと出してる感はしないのでピークを超えやすいんですよね。低音域出しすぎは注意です。で低音域が逆にないとスッカスカな感じの音になったりはしますね。でそういう低音域の部分をコントロールするのがベース。でミッドっていうのは中音域ですね。中音域っていうのはいろんな楽器の、まあ、主成分的な一番よく聞こえるところですね。音自体のその主の部分っていうんですかね、主張が強くはっきり出るところになります。で主成分、その中音域でも このサンズアンプでもね500と1000切り替えられるように、結構どの中音域をブーストカットするかでその音の音色って結構色濃く変わってきたりするので、どこをねブーストカットするかって結構重要なのが割と中音域ですね。で次トレブル、トレブルっていうのは高音域ですね。で高音域っていうのは音のクリアさだったりとかきらびやかさ、もしくは金属音的なその音の張り感とか
違う言い方としては耳に刺さる感じとかね、耳に痛い音とかも高音域に入ってきますね。音の輪郭みたいなところを高音域を表します。でこれらを使ってどう音作りしていくかっていうと、大きくは3つになりますね。ただ1つっていうのはフラットって言って、サンズアンプのベストなセッティング、ベストっていうか標準セッティングって12時、まあ、あの時計のね、時計の12時です。つまみをね、表すときに時計で表すと12時が0なんですよね。で12時を 0として左側に回せばカット、右に回せばブーストっていうような作りになっているので、まあ、12時って言ってますけども、その12時にするとこれフラットっていうような設定になります。フラットの、ね、音も紹介はしていきますけども、フラットはそのイコライジング的な特徴はないので一旦置いときましょう。で2つ目のそのフラットの次の2つ目っていうのがこれドンシャリっていう音ですね。でドンシャリっていうのは何かっていうと、ドンっていうのは低音域、ドンで、シャリっていうのは高音域、シャリっていうね、そのドンシャリっていうのもまさにその音のイメージのまんまなんですけど、ベースをブーストして、トレブルもブーストして、そしてミッドをカットするっていうような、ね、2つの双子山ができるようなのをドンシャリサウンドって言います。でドンシャリサウンドってのはこういうサウンド、まあ、こういうような、ね、サウンドになってますので、結構ね、あのイヤホンとかヘッドホンとか、またはスピーカーで聞くと結構張りのあるかっこいい音だと思うんですよ。でこういう音好きなんだよねっていう方多分いらっしゃると思います。で普段こういう音作りをしている方もいると思います、はい。でまあ私自身も結構こういうドンシャリサウンド好きなんですよね、うん。ロックの音作りとかもドンシャリ多いですし、ベース映えする音なんですよ。ライブハウスとかスタジオとかね、そのアンプでちゃんと再生できる状況だとか、まあイヤホンとか低音がちゃんと出る状況だったらすごくかっこいい音作りなんですけど、これね、残念なことにスマホとかのちっちゃいスピーカーとかで聞くと本当に、ね、音抜け悪いサウンドなんですよね。さっきの音ね、スマホのスピーカー、イヤホンじゃなくてイヤホン取って、そこのスマホの直接のスピーカーで聞いてみてください。音聞こえが違うと思いますのでやってみてください。普段ドンシャリサウンドを好んで使っている人っていうのは、この音好きなんだよねと思って聞いてみた動画として出してみると意外と、ね、聞こえなかったりするんですよ。これがね、聞いてみた動画で音抜けが悪いなってなっちゃう人の具体的な問題の一つかなと思います。なので結構そのドンシャリ傾向の強い人っていうのは、動画の時は音作りは気をつけた方がいいかもしれないですね。でもう一つのイコライジングの傾向っていうのは、ドンシャリの真逆でミッドをブーストしてトレブルとベースをカットして、こう大きな、ね、山がこう一個ポンってできるような感じですね。で中音域がガッと出るからすごく主張が強くなります。かなりこうベースの音が目立って聞こえます。こんな音ですね。まあね、かなり聞こえがいいんじゃないでしょうか。好みは分かれるかなと思いますね。上の方に重心がいってるような感じしますよね。さっきのドンシャリの方がゴンゴンってこう着地感があるんですけど、中音域かまぼこサウンドにするとベースラインめちゃくちゃよく聞こえるんですけど、ちょっと軽い感じがするっていう印象もあるかなとは思います。これだとね、スマホのスピーカーで聞いても、まあ、よくね聞こえてくるかなと思います。だからある一つの答えとしては、ドンシャリサウンドよりもかまぼこのサウンドの方が、まあ、あの音作りのしやすさで言えば動画ではよく聞こえてきます。もちろんドンシャリサウンドでもスラップとかはね、結構あのアタックが強かったりするから、全然あのドンシャリだとしても割とね聞こえやすかったりするんですけど、イコライジングの問題として再生環境に合わせて考えるのであれば、まあ、かまぼこの方が聞こえやすいよっていう話です。もちろん、それが好きかどうかっていうのもまたあるからね、それも踏まえた上でどういう音作りをしていくかは考えないといけないですけどね、うん。これがまず一つ目のこのイコライジングっていうところのポイントです。で二つ目はですね、歪みです。結構プリアンプって今歪みがついてるもの多いですよね。ディストーションチャンネルがね別でついてる場合もあるし、まあ、こういう感じで、ドライブをねブレンドでできたりとかするサンズアンプはそういうタイプですね。オーバードライブとかディストーションとかエフェクターとかこういうプリアンプとかを使わなくても、アンプでもゲインとマスターボリュームってありますよね。ゲインを結構高めにして入力を大きくして、マスターボリュームで全体の騒音量を調整していくと、こっちのゲインをね高めにしておくとかなり、ね、音がドライブするゴリッゴリの音になるんですよ。これも立派な歪みです。だからアンプで作った歪みっていうのももちろんあるので、ただ露骨にシャリーンみたいなものだけがディストーションではないです。まあ、ディストーションとかオーバードライブっていうのは歪みの質の違いなので、今回の話ではちょっとざっくりと歪みとしますけども、歪んだベースの音っていうのはまあこういう音ですね。はい、まあね、分かりやすくちょっと、ね、歪ませております。はい、ね、分
かりやすく歪みます。あ、こういう歪みの音かっていうね。だから好き嫌いは結構分かれる部分かなと思いますし、あと曲調とかによってはこういうなんかすごい激しい音が合わないっていう場合ももちろんありますので、まあさじ加減にはなってくるんですけど、まあ歪みっていうのはこういうものです。じゃあ、なぜ歪ませるのかっていう話ですよね。で、一つはもうこれは間違いなく曲調によってこの音がかっこいいか使うっていう理由はもちろんありますよね。でもそれだけじゃないんですよ、実は。音を歪ませることによるね、特徴の変化っていうのがね、5つね、紹介していきますね。まず一つがさっき言ったような歪みの音色が得られる。で、次がコンプ感が得られる。そして三つ目がサスティーンの伸びが良くなる。で、四つ目がですね、中域がしっかり出るようになる。で、5つ目が低域が削られますっていうような5つになります。1つずつ行きましょう。まあね、1つ目はもういいですよね。さっきみたいな歪んだ音が得られる。で、この音色自体がやっぱ歪ませないと得られないものなんでね、これが欲しいっていう場合がありますよね。で、2つ目のコンプ感っていうのは、コンプっていうのは音をね、こう圧縮していくことですね。音をガッと上げることによって音割れを起こしているようなものなんですよ。だから音をガッと上げるので感度がね、すごいタッチの感度が良くなって、ちっちゃい音も大きい音も同じぐらいの音量が出るようになるんですよね。でもその機器の限界っていうのがあるから、音が出すぎない状態でちっちゃい音も大きい音もいい感じの音量になって出てくれる。コンプ感が得られることによって音がね、均一になっていく。だからそのサウンドがすごく安定してきます。で、サスティーンの伸びっていうのは、まあ、コンプ感とかもそうなんですけど、ゲインをねすごい高めているので、感度が高いので、ちっちゃい音も拾ってガッとね持ち上げてくれるので、その音がどんどんちっちゃくなってはいくんだけども、このちっちゃい音までしっかりと拾ってくれるから、相対的に音が長くここら辺まだ聞こえるみたいな状態が作れる。だからサスティーンの伸びが良くなると、音の伸びがちゃんと繋がってくるようになると、うまく聞こえますよね。まあ、さっきのコンプ感もそうなんですけど、音が均一になって、音がちゃんと途切れずに聞こえてくるとね、結構うまく聞こえるんですよね。で、割とね、中域が出るようになりますね。ガッとこう、ゲインが上がるので、持ち上がってきて、中域が出るようになる。だからね、ドライブをね、上げることによって、しっかりとね、芯のある音になってきますね。5つ目、まあね、中域が強くなることによってちゃんと音が聞こえが良くなるんですけど、一方で、ね、低域がね削られちゃうんですよ。低域が削られてしまうので、結構ね、今プリアンプにはブレンドっていうつまみがあったりしますね。低音の出ている元々の音と歪ませて、ちょっと低音は削れちゃってるんだけども、それのコンプ感だったりとかサスティーンとか、あとその歪んだ音色っていうのを加わった音とブレンドさせて音を出していくことによって、低音もちゃんと出しつつ、でもその歪ませたことによる良さっていうのを加えて出すことができる。だからその低音の削られっていうのは、そうやって解消しているものが最近は多いです。はい、なので歪みっていうのはそういうような理由で使っていくので、必ずしも歪みの音色が欲しいから使うだけじゃないんですね。そういうふうに思って考えていると、かすかだとしても歪みってちゃんと使った方が意外と音の抜けが良かったりするんですよ。で、その音の抜けの良さっていうのも、今回のサンプルでね、歪みの部分も用意しましたので、歪みってそういうなんか激しいバンドで使うんじゃないのみたいな感じで、まあ、思っている方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、歪ませるっていうこと自体がそんなに、それ自体はそんなに別に歪みイコール激しいっていうわけではないっていう風に感じてもらいたいなと思いまして、歪ませることによってどんだけ音の抜けが変わってくるのかっていうようなものを用意しましたので、この後はですね、一挙ね18種類の音色をね公開していくんですけども、2つほど映像と音だけじゃなくて、スペクトラマナライザーっていうものと、あとこの3ザンプのその時のセッティングっていうのを一緒に載せていきます。ね、で、スペクトラムアナライザーっていうのは、その周波数のどの部分がどれだけ出ているのかっていうようなものを表している。今回はね、同じフレーズをそのルーパーを使って音色を変えて再生しているんですけども、その8小節のフレーズを弾き切った時のこの平均値的なものをドンと画像にして、こう線をね、縫って載せてますので、あ、このセッティングにするとこういう傾向なのかっていう、あくまでイメージ的な感じで捉えていただけるかといいかなと思います。はい、そんな感じでですね、18種類用意しました。なぜそんなに増えてしまったのか。まず、どうしてなのかもかな。これ2種類なんですけど、フラットをね、2つほど用意してますので、もうこれでね、もうすでに4種類になってるんですけど、歪ませるのか歪ませないのか。だから、ドンシャリの歪みと、ドンシャリのクリーン、かまぼこの歪み、クハ、かまぼこのクリーンっていうような感じで、パターンをね、いっぱい用意しました。それだけじゃなくて、サンズアンプの V2 モデルっていうのは、この 1000Hz をブーストした時と 500Hz をブーストした時とか、もしくはカットした時とかで、音色が変わってきますので、それも全部ね、これは今回サンプル集として、
このどっちにした方がいいのかみたいなのを参考になるかなと思いまして、あくまでも一つのセッティング例なので、まあ、そういうような感じでね聞いてもらえばいいかなと思います。全部ね同じフレーズなので、まあ、18回同じことを聞くことになると思いますので、ぜひね音の違いっていうのを楽しんでみてください。それではどうぞ。聞いてるとどれがどれだったっけみたいになるとは思うんですけど、音の違いっていうのをこれだけねこう比べていけば分かる部分もあったかなと思います。私の場合っていうのはこういうアクティブベース、まあ、電池がね入ってるタイプのアクティブタイプのベースなので、もともとがパワフルサウンドなので、同じようにサンズアンプさっきのねこう写真でお見せしたんですけども、まあ同じようにセッティングしても全く同じ音になるわけはないので、あくまで参考として捉えていただければなと思います。そして今回は分かりやすいように、まあ、かまぼこって言ったらもうミッドガッて上げてベーストレブガッて下げるで、ドンシャリもそうですね、ガッと上げてガッと下げるみたいなのを結構極端にやってますので、実際のところは単純にトレブルだけを上げるとかね、もしくはベーストレブルとベースはフラットのままでミッドだけ上げるとか、まあ、逆にミッドだけちょっとだけ下げるとかね、そういうような微調整していくことが重要になってくると思います。だからブーストするのかカットするのか、でそれはどこの周波数なのかっていうような応用編として、細かい音作りっていうので最終的には自分も
好きな音で、かつ視聴者さんの視聴環境にも優しい、そんな音作りをね目指していただければいいかなと思います。歪みの種類といっても、サンズアンプの歪みも、こっちの、ね、MXR の M80 ディストーションも、あとはダークグラスとかね、そういうのも歪みの種類が違いますので、歪みの分量とかで好みの変わってくると思いますので、そこもね踏まえて自分のサウンド、そして視聴者さんにも優しいサウンドっていうのを、作り上げていっていただけたらなと思います。ではね、今回ご視聴いただきありがとうございました。この動画気に入っていただけましたならば、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてね、動画の時はこういう音作りしてるよみたいなことをね教えてくれる方は、ぜひぜひコメント欄にお願いしますね。こういうベースを使ってて、こういうプリアンプでこのような、ミッドをねこれぐらいにして3時の方向でとか、トレブルを12時にしてとか、そういうようなねなんかセッティングでとか、ぜひぜひ教えてください。でまたね、気になることあれば質問とかいただけると嬉しいです。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。では。